昨日の全国知事会で東京都と他の自治体との間で議論となった人口減少対策をめぐる国への緊急宣言が今日決議されました。真っ向から対立していた双方の意見はどうまとまったのでしょうか。皆様ご了承いただけますでしょうか。はい、どうもありがとうございました。今日最終日を迎えた全国知事会で人口減少の克服に向けた国への緊急宣言が決議されました。宣言の中では特定の地域への人口集中に触れた文言には注釈がつき、因果関係が不明確で削除すべきと東京都から意見があったことが書かれています。緊急宣言をめぐっては昨日の全国知事会で小池知事は因果関係が不明確な主張を前提としました記述は取り除くべき、このように考えております。人口減少と一極集中の因果関係が不明確として文言の一部削除を要求しました。しかしこの意見に他の自治体が相次ぎ反論しました。東京一極集中ということを明確に書いてこの記載するかどうかということを、それも訴状に挙げて考えるべきだと。問題に対して何の意見も私ども知事会で言わないということについては私は賛成することはできません。こうした流れから今日の全国知事会で決議された緊急宣言の修正案では文言は削除せず都の意見を注釈として入れる形でまとめられました。パイの切り合いをしても切り方を変えてもですね、発展を望めないと思います。むしろいかにしてパイを増やすかを今議論すべきなのではないでしょうか。あそこのコミュニティはちょっと違う色合いだなということを強く感じたところでございます。今後この緊急宣言は全国知事会で人口減少問題の対策本部長を務める鳥取県の平井知事の下で具体的な検討が進められる予定です。今日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回全国知事会で議論となった人口減少に関する国への緊急宣言は最終的に東京都の意見を注釈する形で決着となりました。はい、知事からは皮肉とも取れるような発言もありましたが、うん、鈴木さんどうご覧になりましたか。僕はね、小池さんもっと強く言ってもよかったと思いますよ。はい、一極東京一極集中っていうそれを言うことによってね、なんかこうなんていうか東京がある種悪者みたいにも見られるし、だけどねこれ根本的にやっぱりみんな住む自由があるわけだから、東京に住みたい人は住めばいいし、それから東京にいろんなやっぱり機能が集中してるでしょ、本社機能って。だからやっぱりどうしても来なきゃいけない。だからじゃあ住みやすい街を他のやっぱり県がね、道府県が努力してで住みやすいところにして自分たちに引っ張ってくるって、そういう競争をするべきだし、今二地域居住なんていう問題考え方もあるんですよね。東京と例えば新潟とかね、そういう具体的なものにしていかない。なんか一極集中って言ってるとそれ言ってれば住むようなとこあるから、小池さんそこに一石投じたと思いますよ。批判ではなく発案をというところですね。はい、今後国がこの宣言をどう政策に結びつけていくのか注目されます。